会場に来ました。あのね、どうやら撮影禁止らしいのでちょっと手で隠しながらポチッとやってみようかなと思ってます。まだまだね、ファイナルはね16時45分からっていうことで、プリマベーラとか、あの愛知のローカルですみませんけどパスポとかあの辺りが出るんですが、会場こんな感じですね。こっちがね、おお、すごい、ミムカさん1号5000円来た。すごいじゃないですか。よかったっすね、マジで。5000円とはいえ大きいですもんね。これね、会場自体はね撮影は OK なんですけど、やっぱりあのステージはね撮影禁止になっていて、ちょっとね、あのこそっとやってみようかなと思ってるんですけど、見つかっちゃったらすいませんね。5000円ですか、競輪ですよね。いいな、僕ね、あの賭け事をね、すみません、麻雀とかはやるんですけど、競輪競馬やらないもんで、なんとも言えず申し訳ないです。暑い。これこっからこうやって撮っててもダメなのかな。ダメだろうな、多分。今久屋会場っていうところにいるんですけど、ちょっと向こう側のエンゼル広場の会場の方にもちょっと行ってみますね。でまたファイナルになったらこそっとやってみます。ちょっと体で画面見えないようにしながらできるかどうかわかんないですけど、でもねすごい気になるな、中日ヤクルト戦どうなったんだろう。それがちょっと気になる。重くそうね、前のイベントだけ行ってね試合を見ずに帰ってくるっていうねアホなことをやってましたからね。でこのメーテレの秋祭りも、その僕が打ち合わせやってる間は公開、ワイドショーとかの公開録画とかそういったのがやってたらしいんですが、それももうすっかり終わってるのかな、やってるのかな、こっちの会場で。一応ね5時までなんですね。なんで2枠やって2枠ぐらいですかね。ああこっちはなんかやってるっぽい。ドネスが昼まで待ってない、バトルスピリッツとアップ。僕ドネスかしか知らないな。あ、でもステージ何もない。 3D メガネというかもう割愛します。ステージ何もなくトークショーみたいな感じでやってます。ドデスカのクイズやってます。レンズが入っていないでした。というこれ、あの実は僕に気づかなかったんですけどね、びっくりされてます。コンタクトレンズ、そしておしゃれメガネ。
ブースは結構出てますね。協賛ブースが結構出てて、バトルスピーツ覇王のオブジェがある。おっマコトさん、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、次行きましょう。半音かな、あれ。山田マリアが映像で出てる。本人こつ映像で出てる。ちょっと画面は見えるかな。私が一番美味しいなと思って。本人来いよな。あの大須商店街の米表の本店の目の前にあるたたらさんというお店なんですよ。ひらがなでたたらって書くんですけども、ここね、どうやって入った時な、あのうちの旦那さんとあの名古屋公園に来た時に、実は舞台で共演して知り合ってるんですけども、これね、ほっとんだろうと、これも美味しいと思って、ね、東方さんのブースもあるし、特撮指令愛知ポリス、なんだそれ。メーテレだからテレビ愛知、テレビ愛知、え、まあ、メーテレはメーテレかの系列ですよね。の各番組のキャラクターとかブースがあるんですけど、これ毎年やってるんですけどね、メーテレ秋祭りって。一応公開録画ですね。まあお祭りというか場所を借りての公開録画をやっているというような感じなんですけども、多分皆さんの目的はこの後のファイナルで出るプリマベーラとかパスポとか、あの辺りの、ね、ファイナルイベントだと思うんですけどね。ここは撮っていいのか、それ以外だと思うかな、はい、ああカメラ持ってください。それ以外の方も結構いらっしゃいますね。後ろの方もね、伺いたいので、むっちゃん行けますか、ちょっとあそこにいる、はい、お兄さんに聞いてみましょう、ね、お兄さん、それでもグレーのライダーをしてらっしゃるので、お兄さんに聞いてみたいと思います。アシンメトリーヘアさんですか、可愛い感じのね、今風の、今風の、ドデシカの山田マリアのここだけクイズっていうイベントだったんですね。古川さん、名古屋、名古屋、お一人ですか。いや、お隣にいらっしゃるのはもしかして、奥様です。奥様も一緒にデートで見えない。お答えをお願いいたします。1番で薬膳インストラクター。これはどうして、なるほど。さあ残り物に服があるかどうか、はい、正解こちら。正解は一番でした。薬膳インストラクターです一応
ヤマダマニアが最近取得した資格はっていうクイズでしたね。でそれでインストラクター、何のインストラクターかわかんないですけど、まあ、自分の健康と この関係だったりとか、いろいろそれの資格を取得しましたっていう。でも人に説明できるほどはまだですね、ちゃんとはお勉強できてないので、一応資格は取ったんですけど、じゃあ私ここが痛いんで何が聞きますかとか、街で聞かれても答えられないので、あまりそういう質問は次第でいただきたいなと思います。はい、いやね、ドキンちゃん事務所の先輩ですね。薬膳インストラクターだって。インストラクターなのかっていうね。今度お会いした時に、ここ痛いんでって聞いてみます。聞かないで怒られちゃうかもしれませんけど。でも古川さん正解です。おめでとうございます。まおちゃん、まおちゃんコンビニ。ドキドキ見ながら。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、こんなこともあるんですね。先に選ばれちゃって正解するってこともあるかもしれませんので、皆さん、ね、諦めずに手を挙げてください。はい、はい、その他にマリナさんなんですが、その他にもマクロビオティックセラピストと中国漢方ライフアドバイザーの資格を持っているんですって。すごいですね。自分の体のことすごい真剣に考えられてるんだなって思いますよね。そういう資格も作ってくれます、ね、女性も。そうですね、うんうん、ということなんですけど、さあ次の木曜日のあの方なんですけれども、はい、まあいつものイメージとちょっと違ってね。そうですね、登録は宮城県出身ということで、ここだけの話はちょっとね、今回は本当にまあ何と言いますか、心から一生懸命、お話しくださいましたけれども、木曜日この方です。こんにちは、木曜日の高橋です。僕といえばロードっていう曲なんですけど、ね、まあ、ちょっと今年はいろんな出来事があったので、ちょっとそういう思いを込めて鎮魂歌といった部分でですね、歌ってほしいっていう声に押されまして、11月にですね、新しいバージョンでですね出すことになりました。これは皆さんが配信とかで貼っていただければ、その分は全部現金として、使わせていただく、隠れた、地味ですけども、僕らの活動としていきたいと思っております。庄司のトコタケクイズ、はい、ということで、三択になっておりまして、いきます。私がミュージシャンになっていなかったら何になっていたでしょうか。1、エステシャン。2、マジシャン。3、国会議員。さあ、果たしてこの中に正解はあるのか。あるのか。皆さんも、はい、聞いてみました。悩むと思いますが、これだと思う方、はい、お願い。じゃあどうしようかな。あそこの一生懸命こう手を挙げてくれてる男の子に聞きたいと思います。ピンク色のまた、もう一回手を挙げてください。こちら、グレーの T シャツの僕だ。腰に手を当てて、うん、右手を心の朝に連れてる男の子に聞いてみましょう。笑顔だった、かわいい男の子です。こんにちは。こんにちは。お名前は。坂下亮太です。亮太くん、亮太くん、どこから来てくれましたか。三重県から。三重県、三重県のどこですか。松岡です。松岡です。美味しい食べてる朝では。じゃあ答える方お願いします。2番。何でですか。マジシャン。なんとなくだな。マジシャンに理由はなかなか難しいかもしれない。マジシャンっぽいしね。確かに確かに、はい、それ以外だと思う方、はい、それ以外だと思う方は、じゃあ落ちて、さて、その後ろにいらっしゃるピンク色のお兄さんに聞いてみましょうか。うんうん、はい、まんまに来た。お願いします。お願いします。お名前は。青木奈々です。青木さん。青木さん、いらっしゃいましたか。西区か。西区。どうですか、見てくれてるんでしょうか。特に天気予報は。すいません、もうなんか気を使っていただいてありがとうございます。はい、じゃあお答えをお願いいたします。3番、国会議員。国会議員、まあ、そう、これ選びようがね、はっきり言ってありませんので、どれも本当じゃないっぽい感じがあるんで、さあ、ジョージさんは本当は何になりたかったのか、ミュージシャンになってなかったんですけどね。答え見てみましょう、どうぞ。はい、正解は3番の国会議員でした。
まあなってなかったらっていう あくまで前提なので、マジか、まあ、最近の政治を見てるとですね、やっぱり外野で物を言ってったらちょっと卑怯かなっていった部分もあって、まあでも僕はコメンテーターとして出るようになったから各党からまあお誘いは受けたんですけども、でも今のどうなんですかね、やっぱ外野で言ってる方がいいかなっていう気持ちもあるんで、ただ、国議員からちょっと自分でも、まあ、謙虚な気持ちで、本当は総理大臣になりたいな、なんて名前かは忘れたんですけど、一生懸命皆さんカメラ撮ってますね、写真でね。僕はどうですか、はそれか、どうですかじゃないや、3時のつぶ、メーテルじゃないか、すみません、新井千里さんっていうね、はい、愛知の方のね、キャスターさんがいらっしゃるんですけど、吉山さん、その人好きなんですけどね、ちょっとそろそろエンジェルパークはアップにして元の、被災屋の方に移っていきたいと思います。なんか歌声がね聞こえてきたんでね、でね、撮影禁止なのでこう喋りながらやってると見つかる可能性があるので、ちょっと体と手で隠しながらカメラの部分だけ出してやってみようかなと思ってます。見つかっちゃったらすみませんね、皆さんね、止められちゃったらね。プリマベーラというね、ま、女の子だけのマジシャングループがいるんですけども、そのグループはちょこちょことテレビで見てて結構好きなんですけどね、他のねパスポとかね、なんたらかんたらっていうね、人たちはね、ごめんなさい、全く知らずに、すっげえ若い人たちなんで全く知らずに来てますが、隠しながらできないね、多分ね、ピック人がいっぱいで上に上げないと見えないから、このぐらいが精一杯かな、全然見えないね。多分ね、スマイレージかパスコかどっちかかな。でもまだ時間外なんだけど。違うのかな。みんな騒いでますね。元気で、はい。バレましたね、やっぱりね。で音だけになるのかな。始まってる。あれだろ、あれだ。ね、ありがとうございます。もし。ね、写真とビデオも何も全て禁止らしいです。という立て札を持った人たちが今横に来て、撮影はご遠慮願いますと言われてしまいましたので解散します。インドアナウンサーエンジいらっしゃいませ。
ませんいらっしゃいませタヒチプロモーション、うん、すっげえなんか気だるそうもう終わりがけで気だるそうにしてますね皆さんね。エスコックさん、名店協賛で出してるところもあるんですね。なんじゃこれ、黒いカバンを下げてウェディングドレスを着た人がいる。これでもカメラで望遠持ってるとこのアプリから直接狙えるよね。これ望遠ついてないんであれなんですけど、ステージイベントは終わりましたね。で、パスポースマイレージ、ボーイズ&メン、プリマベーラがファイナルステージで、まずこのステージで45分からやりたいんですけど、撮影は中ダメですっていうことなので、ちょっとね、しっかり申し訳ないですが、見て楽しんできます。で一応この枠でね、ということでね、できたら配信しようかなと思ってたんですけど、やっぱりダメだって言われちゃったんで、この枠で終わらさせていただければと思います。無理だな、やっぱ近づこうとするとね、スタッフの人がねチラッとこっちを見て名テレのウルフィーだ。ウルフィーが来た。あれが名テレのキャラクターマスコット、ウルフィーですね。ウルフィーちゃん。ファイナルステージの後にね、ウルフィーと遊ぼうっていう、なんでファイナルステージの後にそういうのがあるのかよくわかんないですけど、ウルフィーと遊ぼうっていうコーナーがあって、多分それのために行くんでしょうね。すっげえでっかいチャックです、背中ね。おー、ミムカさん続行してるんですね。11レース、125、5000円かけた儲けてください、儲けて、頑張って儲けてください。ミムカさんありがとうございますね。この間ね、こいつのメディアスのOS バージョンアップのね連絡いただきまして本当にありがとうございますね。あれね、なかなかいいですね。僕前なんだっけ、ドコモのカード
あのカードモデム使ってやってたんですけど上限制限をしててもちょっと料金がどこも高いなと思ってて解約しちゃってたんで、お客さんのところでね、LAN回線をね借りるっていうことをやってたんですけど、まあそれがなくなって結構ね早かった、スムーズにネットができるんでね これでスイッチも OK になったぞそれ無理、壊れる完全防水の専用ケースをつけないとそれだけは無理かも。他のねアプリケーションもなかなかいいやつがあるんですけど、ダウンロードしたらねすっげえ容量食って、なんだっけ、どこもビルなんたらかんたらっていう健康管理アプリは、ね、落としただけでも その他のデータも落とさなきゃいけなくて、それを落としたら一気に内蔵メモリはパンパンになっちゃいました。で SD カードに移そうと思ったら移せねえアプリらしくってどうしようかなと思ってますけど、でも使い勝手はなかなかいいですよ。まあテザリング本当いいですね。 PSP が外で使えるっていうのと、まあ、さっきも言いましたけどノートパソコンが外でつなげられるっていうのがね本当に結構楽になったなっていう感じがしますね。ただねちょっとねバッテリーの消費がちょっと早いんじゃないかなという感じが見受けられます。 OS 上げたらね、多分走ってるアプリとかそういったのが増えたのか、追加とかされてますからね、それも関係だとは思うんですけど、動きはスムーズですよ。動きは前よりちょっとスムーズになったんですけど、バッテリーの消費だけが、ね、ちょっと前よりもやっぱり早くなったのかなっていう感じがしますねそうなんです、 WP とナイバーは同じだもんね。そうですよね、バッテリーそれはあるかも、さっきもね初めて OS バージョンアップしてから初めてキャスをやったんですけど、バッテリーの減り方がね結構早い今回もねまだ2役目なんですけど、もう 100% から電池変えて 100% からやってもう 68% まで減ってるので、他のなんかタスクを殺せばあるのかなと思うんですけど、どういうタスクが新しく走ってるのかっていうのはまだちょっと調べられてないので、そう情報からバッテリーを見たら消費アプリ見えますよっていうので、それをまた殺すように設定しないといけないですね。それもねまだちょっとね細かく設定してないんで、それで多分バッテリーの減り方が早いんだと思いますけどね。あ、やっぱりそうなんですね。テザリング時はやっぱりバッテリーいっぱい使うんですよね。それはねやってる間にすっげー減っていくので、やっぱそうなのかなと思って、まあそれはしょうがないかなと思ってやってますけどね。一応ねバッテリー用が電池を2個準備しておいて、でまあ充電器はソニーのやつがありますからね、あれをまあ持ってって毎回持ってってるので、仕事の上ではね、充電器は切れることなくやってるんですけど、それにしても消費が早いなという感じが見受けられます。まあでも使い勝手良くなりましたからね本当にね。ああそっかそっか、 Wi-Fi ルーター使うのと同じなんですね、そういうことなんですね、なるほどね、まあそれは しょうがないですよね。まあ便利になったら逆にまあ電池を食うっていうのもしょうがないですよね。あ、始まったみたい。ファイナル。